マコナコです。今回はヴァンパイアサバイバーズの最新情報が公開されたので紹介していきたいと思います。元は英語で書かれている内容のためかいつまんでではありますが取り上げていきます。まず注目したいのがスマホ版発売決定。 PC でのみしか遊べないゲームですが、スマホ版の開発が予定されていると発表されました。理由は後ほど述べます。また同じ理由で家庭用ゲーム機向けにも出る可能性があります。 PC を持ってない方も遊べる可能性が出てきました。発売時期は早くても夏以降予定。これは夏に出るということではなくて、少なくとも夏までには出ることはないという意味合いで捉えていただけたらと思います。理由はまた後ほど述べます。このヴァンパイアサバイバーズはもともとスマホ向けに開発されていたんですが、あまりにも満足に稼働しなかったため PC のみに変更されたという経緯があります。ですが PC でも性能が低い PC だと満足に動かないのが今のバージョンです。このバージョンを全く新しい状態に開発を今行っており、それが終わればスマホでも問題なく動く、また PC でも性能が低くても一定以上のプレイが保証されるような状態になるとのことです。そのリリース時期が夏を予定しています。このためスマホ向けも夏以降に公開されるとなります。ただ開発者は近いうちにと述べていたので、もしかしたら早まる可能性もあります。同じ仕組みで多分家庭用ゲーム機でも動くようになると思うので、家庭用ゲーム機向けも期待したいところです。合わせて今後のアップデート予定も発表されました。プレイ可能なキャラクターが9キャラ追加の24キャラクターまで、武器も16追加の48種類、パワーアップもあと2種類予定されています。ステージは2つ追加の全部で5種類、スペシャルステージは3つ追加予定です。画像を見る限り新しいキャラクターは隠しキャラクターを含んでないような数のようですので、実際どうであるかは不明ですが、こちらの方まだまだ数が多く出ることを期待したいところです。新しいゲームの仕組みの追加も予定されており、4月にはアルカナという仕組みが追加されます。また初期の段階で言われていたストーリーモードの実装は詳細不明になりました。なくならないものの後回しになるような言い方をしています。その代わりにエンドレスモードを検討しているとのことです。だがこれは正式な予定というわけではないので、今後何か新しいゲームのプレイがまた追加されるということだけ把握しておくようにしましょう。ここまでがバージョンが1という状態になる、つまりは正式リリースバージョン、そこまでの予定とのことです。これらが全部実装されると正式発売、早期アクセスという状態から正式に販売されたというような扱いになります。ヴァンパイアサバイバーズ発売されたのが2021年の12月、日本で流行りだったのが1月の中旬あたり。今となってはかなり多くのプレイヤーが遊んでいるかと思います。だが PC 持ってない方もいると思いますので、そうした方はスマホ版の発売をぜひお待ちください。ヴァンパイアサバイバーズのゲーム実況様々やってますので、興味ありましたらぜひ動画もご覧いただけたら幸いです。またそうした動画にアクセスしやすいようにチャンネル登録していただけたら今後の励みになります。ではでは。